各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。菅田将暉です。こちらのコーナー参りましょう。ショートシャンクの空に。リスナーが送ってくれた心温まる素敵なショートストーリーを私菅田将暉が朗読していきます。では早速紹介していきましょう。ラジオネームヘリポクター。次何飲む？みさとちゃんってすげえ飲むんだね。へえ、俺びっくりしたよ。え、普段あんま飲まないんだ。え、今日は特別？そっかね、誰かの誕生日とか？っていうか、結構今いい時間だけど終電大丈夫？あ、大丈夫。まあまあ次でラス1にしよっか。ね、行ってもね、こんな時間だしね、ね。渋谷でこの時間って大丈夫なの？え？結構家近いんだ。え？終電ない？え？ほら、やっぱないんじゃん。え？俺タクシー代出すか？ん？終電がないんじゃなくて、何？終電、そのものがない。え？どういうこと？おい、何？隣？え？俺の隣？いいけど。え、なんで向かい合ってた方が喋りやすくない？え？何線使ってんの？小田急だよね、だよね。俺も小田急使ってたけど、小田急ってもう終電行っちゃったんじゃないの？え、まだ次ある？嘘？え、次何時？ 5時3分。ほら、それ始発じゃんだって。そうだよね。え、それの、だから1個前のもう行っちゃったやつが終電だよ。え、始発まで待つのもあれだからさ、俺タクシー代。ん？タクシーアレルギーって何？え、それマジ？え、タクシー乗ったらどうなるの？わ、耳たぶが熱くなるんだ。それは、辛い？のか。え、でもそっか、タクシー乗れないなら、え、どうしよっか。ん？家？え、俺の家？渋谷だけど。え？え、っていうか、歩いて何分かだけ Google で今のうちに調べとこうよ。続く。お前、恥かかせるんじゃないよ。恥かかせるんじゃないよ、女の子に。わかるやんか、もうそれ。もうそれはもう、ごっつぁんゴールのやつやんか。もう何を、なんで歩いて帰らせようとしてんのよ。違う、そういうことじゃないやんか。しっかりせえよ、腹立つな。もうそれはもう、ねえ、その、なんていうの？案件としてもいけるというか、その、ちょっと下品な言い方ですけれども、いける案件っていうとちょっと下品な言い方ですけど、もう、ね、それはもう向こうは、その一緒にいたいって、もうだってこれだいぶ前から確定してたよ。ねえ。どこやろ、その、まあ、本当に、その今日は特別だから、普段よりかは飲んでる。普段あんま飲まないけど今日飲んでるっていうのもそうやろうし、そのね、終電、そのないとか、終電そのものがないっていう嘘。とかもね、そんなわけないしってわかるやんか。で、あの、ごちゃごちゃ言ってるから隣に来たんでしょ？もうそれはもう、もうそれはもうわかり、本当に恥かかせんなって。本当わかり、しっかりせよ、本当。まあ、まあそっか、でもそういうところが好きなのかな？その子は。あー、そうか、それはあるか。そのちょっと鈍感なところも好きっていうのもあんのかな？いや、でもやっぱ決めるとこ決めんと、やれたって。やれたって。さあ、次行きましょう。やれたって。下品。下品やな。下品やな。まあまあまあ、簡潔にね、やっぱり表現していきたいなと思います。続いて、ラジオネーム、フェルナンド・トミーです。さあさあさあ、日本はパスをつなぐ稲本、あ、失礼、福西。福西、小野、あ、失礼、中村俊介。中村俊介持ち運んで、中田秀俊。あ、失礼、高原、ボールをキープ、ディフェンスを振り切った、シュート！こぼれ球を柳沢、決めた！あ、失礼、牧のゴールでした、日本、先制点をと、同点ゴールです。ここで主審の笛が、選手の交代。
あ、失礼、前半終了です。さあ、後半に、日本はコロンビアから勝ち越しゴールを奪えるか。あ、失礼、スロバキアです。コロンビアではなくスロバキアです。続く。初めてなのかな、うん、初めてだったのかな、うん、まあまあ、まあ、初めてでもあかんけどね。まあでも最初のその、ね、やっぱああいう試合とかってすっごい高揚感もあるし、まあまあテンションも上がってたんでしょうけどね、最初のやっぱ稲本からのミスで、もうそこからもう歯車が一個違ったからもう、もうアップアップしちゃって全部が間違っていくっていう、まあ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 。まあでもその高揚感がね、伝わればっていうところもありますからね、もしかしたら優秀な人かもしれないですね。んさあ次行きましょう。千葉県ラジオネーム、冷たい爪。君のおちんちんは、ごめんなさいね。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。何ですか？もう一回行きます。君のおちんちんは、将棋の駒に例えると何だい？この質問には、ほぼすべての男性が、強者ですと答えます。前方にまっすぐにしか進めないのがさながら勃起だからでしょう。しかしポコチンサッカー界のエースブルチンストライカータケル選手の答えは違いました。僕は将棋わからないんですけどチェスならクイーンですね。どの方向にも果てしなく勃起できるので。最初は私も彼の言ってることが分かりませんでした。しかし彼のプレーを見れば彼が言わんとしていることが分かります。来週もこの時間は2028年のロサンゼルスオリンピックを見据える、そんな若者の姿を追います。お楽しみに。続く。まあそういう、確かにドキュメンタリー。ありますけどね。そっか。なんか、夜のね、10時55分とかからやってるような。あれ。あるけれど。そうなんやね。ポコチンサッカー界のエース。ブルチンストライカーたける。ブルチンってなんだごめんごめん。ブルチン。ブルチン。俺が初めて聞いたのはブルチン。ブルチン。なんか、その、なんとなく分からんこともないけど、でも分からんな。ブルチン、皆さんご存知ですか？聞いたことないですよね。分かんないですよね。なんやろ。君は？千葉県の方。言葉なのかな？千葉の。ブルチンっていう。ちょっと分かんないことが多いですけど、まあ、ロサンゼルスオリンピックを見据える、その若者の。なるほどね。じゃあ採用されんねや、公式競技として。その、ポコチンサッカーっていうのは。これね、ブルチンストライカーっていう、何？その、評価の仕方なの？タケル選手って名前で、なんかそういう、なんとかストライカーみたいなのあるやんか。そういうことなのかな？なんか、エースストライカー、タケルみたいな意味合いなのかな？ブルチンストライカーって。ポコチンでシュートを打つことをブルチンっていうのかな。まあ、ポコチンサッカー界のエースですからね。なるほど。じゃあ基本ヘディングだね。そのブルチンの頭の部分。おじさんやんけ。ほんまに、いや、今日はあかんよ、本当に。今日はちょっとひどいな、さっきの、やれたのにとかも含め。ちょっとひどいな。ちょっと良くないな。何で頭の部分って、ほんと。祈祷だからね。バカ野郎って。祈祷言うてる、バカ野郎。ということで、引き続き素敵な、ショートストーリーを。あ、まだもう一個ある。終わりたかった。でもよかった、終わりよ、よかったけど、まだちゃんと一個あるよね。よし。次行きます。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。夜中に呼び出してごめんな。いや、どうしたもこうしたも見ての通り、グレイシー一族に両手両足関節決められてさ、全然動かれへんねん。悪いけどちょっとコンビニで飯買うてきてくれへんか。体は全然大丈夫。
関節決められて8時間ぐらい経ったけど全然余裕。うん、むしろ気持ちいいぐらい。金は机の上にある財布から適当に使って。あ、あと、グレイシー一族の人らにスポドリ買うてきてあげて。汗だくでさ、喉乾いて死にかけてんねん。うん。ほな、よろしく頼むわ。続く。余裕やな、余裕ですね。グレイシー一族に関節決められて8時間ぐらい経つのに余裕やな。それはもうグレイシー一族がもうずっとってそりゃもう汗びっしょびしょで死にかけますせ。はあ、すごいな、余裕ですね、超人ですね。まあだから骨が折れたらね、折れたらで、もう関節としては決まってないが、折れてないってことでしょ？だちょうどギリギリのところでずっとこう、ピー伸びてる状態っていうか。強いなぁ。いやぁ、ほんと総合格闘技、面白くなってきましたね。また一人天才が現れたということで、引き続き素敵なショートストーリーをお待ちしています。受付メールアドレスは、suda@allnightnippon.com。ああ優勝しました、ありがとうございます、本当ありがとうございます、本当にありがとうございます、全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン、優勝できました。